はい、速稼塾の久保です。まあ隠居しながらもね、私もアメ車トランザムの旧車を買うことができまして、もう1年ちょっとになりますね。1年以上持ってみますと、もうすっかりとね、私の手に馴染んでくるというか、まあいろんな部品パーツっていうのを取り替えた経験がありますので、そこそこの自信にはなりましたね。ただね、やっぱりこういうニュースがあるんですよ。ちょっと画面切り替えさせてもらっていいですか。輸入車は壊れやすいって本当？修理代が国産車より高くなる理由とは？はい、まあぶっちゃけ言うとね、壊れやすいというか、消耗品を取り替える必要、その頻度は高くなります。で、日本車よりも修理代が高くなるのはそれは仕方がないですね。アメ車をケアしてくれるところっていうのは、まあ結構今増えましたけどもね、やっぱり拒否されるところもあるわけですよ。でそう考えると、特別な経験を持った方、エンジニアの方っていう風になりますんで、一番安いところを選ぶっていうことにはならないんですよね。まあですんで、そこそこコストがかかることと、それからね、やっぱり、アメリカ車っていうのはやっぱりこう、それを作った人、メンテナンスする人がアメリカ人エンジニア向けにできているとは思うんですよ。だから、まあちょっとおおらかと言いますかね、そんな形になると思います。ただね、やっぱアメ車って頑丈ではあると思うんですよ。というのがアメリカって広大な土地ですから、例えばね、砂漠のど真ん中で乗用車が止まりましたって言ったら死に直結しますから、だからね、やっぱり故障してもそこそこ走るようにはなってると思うんですよ。そういう意味では、頑丈なんだろうなと思いますよね。ちょっと記事に戻りますね。国産車にはない魅力がある輸入車に一度は乗ってみたいと思う人も多いでしょう。その一方で、輸入車は壊れやすく修理代が高いと言われてますが、実際のところはどうでしょうか。まあその通りですよ、私が思うところね。特に旧車は、でここにレッカーの車が乗ってますけども、そうですね、まあ外車っていうのは一定の魅力がありますけども、今外車っていうのはヨーロッパ車のことを指すのかな。あんまりアメ車のことは言いませんよね。ただやっぱり私、昭和40年代生まれの男の子としては、外車といえばアメ車のことを指すというイメージがちょっと強いですね。という意味でトランザムナイト2000仕様を今でもね、憧れてるわけなんですよ。その憧れの車種がね、今私の手元にあるのはすごくありがたいなというところですけどね。で実際どうなのかっていうことは、記事の方を読んでいただきたいんですけども、やっぱりね、日本車が一番頑丈で、しかも修理代が安いですよ。互換性も強いですしね。それからやっぱり日本国内のトラブルに対応しようと思ったら、修理工場っていうのも日本車をターゲットにやる部分が多いんで、まだね、アメ車っていうのは特別ですね。でヨーロッパ車の中でもベンツとか BMW っていうのは割とメジャーになってきたと思うんですけども、ローバーミニとかね、アルファロメオっていうのはまだユーザーがそこまで多くないんじゃないかなと思うんですよ。そうなると修理をする人も、修理した車の台数が経験になって、次のメンテナンス その精度にもなってくると思いますけども、基本的には車の構造っていうのは一緒とはいえね、キャブレター車があったりとかね、旧車では、それからアメ車の中では個体差があったりとかするわけですよね。そう考えると、やっぱり国産がいいんじゃないですか。車を高級車買いたくてもレクサスがいいんじゃないかなと思います。とにかく日本車が世界で圧倒的に修理代、コストパフォーマンス最高です。でまあ税金ですとかね、パーツを仕入れる時の関税とかもかかりませんしね、というところでね、ありきたりの答えになってしまいましたけども、そのぐらいしか私にも答えられませんね。とりあえずね、今日もトランザム乗っていきたいなと思いますし、それからね、9月の27日はコンテストがあるんですよ。で私のナイト2000仕様のトランザムコンテストでどんな成績が出るのか、ちょっと楽しみだなと思っているところでございます。それではまたね、27日のことはおいおい、紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。隠居 TV でした。あなたは有能な相棒です。馬以上ですよ。